ラップはあくまで自分にとって武器で、その武器を使って世直しをするのが自分の役目だなって。今ようやくいろんなやつに声を届かしてもいいような自分になったというか、時は熟したっていうふうに受け取ってます。次はアシュラマイクやろって感じです。やっぱ神戸っていう街が待ってたって感じじゃないですか。成長とともに刻んでくリズム、一人じゃなくて仲間と気づく、ラップに一途、そいつがイズム。ヒップホップっていうのは俺にとってのど真ん中っすよね。神戸出身のラッパーのアシュラマイクと言います。よろしくお願いします。活発でした。あれで結構なんかそのいじめとかもそうなんですけど、こう見て見ぬふりできないタイプの、なんか違うかったらお前それあかんやんみたいになっちゃうようなタイプの性格の子でしたね。はい、どっちかというと僕は外弁慶やったんで、うちの方がおとなしいというか自分らしくなかったというか、あの家の方をちゃんとしとかなあかんみたいなのが強かったかもしれないですね。ただただ親父にビビってたっていうだけの話なんですけど、はい、厳しかったですね。はい、親父のその出身地がその神戸の長田っていう場所なんですけど、今でこそそんなことないんですけど、当時は結構環境が良くなくて、やっぱ男は環境で変わるっていうのが親父の中にあったんで、少しでもそういう悪くなり得るような環境から遠ざけようと、幼い時から勉強させて、あの私学の学校行かしてとか、そういうことを思ってたんじゃないですかね、多分。はい、最初のうちはもうただただ親父が正しいとは思ってたんで、でまあ、あの単純に厳しいからちゃんとしとかなあかんみたいな、それだけやったんですけど、ただ中学校の2年の終わりとか、まあそんぐらいからそのちょっとどうも怒られてるのがおかしいぞってなってきたというか、その今までは自分が正しくないって思ってたんですけど、ちょっとやっぱクエスチョンが出るようになってきて、で自分のことでとかでそのまあ、母親と父親が良くなくなったりだとか、そういうまあ離婚するやしないやみたいにもなってきて、でもう家にいない方がいいなってなってきて、でまあ帰らなくなっていってみたいな流れですかね。はい、音楽は19歳とかの時に、まあその何が言いたいとかじゃないんですけど、ちょっとラップ書いてみようかなぐらいの、そういうことをしてる時にその地元のそういうクルーであのギャングスターラップをしてる子たちの音楽を聴くことがあって、そっからなんかあこういう自分のリアルにやってることとかそういうことを音楽に変えてくると面白いなと思って、そっからなんかどんどんギャングスターラップっていうものが自分の中で聴くヒップホップの音楽になっていったって感じですかね。口だけのやつはラップとちゃうねん、カバだけのやつ幼稚でラッチを言ったことないわ。歌うマイライフ、ウーパーハイライフ、ホットなジュースにアイスはいらない、スカルぬるま湯、ぬかるみにはまる、はまるとわかる、わかってもならず。タイは結構来てたんですか？タイは今回で3回目ですかね。こんなにホテルにこもらさせられて遊べてない回は初めてですね。やっぱあれアルバム進んでったら嬉しいですね。うん、お貴様らか。